うわー感動、すごいバチバチバトルしてるじゃないですか。ここにかけてニックブレイキングがあるので、さあ始まりました、プレイステーションもっと楽しむトーク番組、プレイステーションプレゼンツプレイプレイプレイ、 MC を務めます松島あつねです。よろしくお願いします。引き続きご紹介するのは、栃木国体文化プログラムとして開催している全国都道県対抗 e スポーツ選手権グランツーリスモ7部門です。今回も開発を手掛けるポリフォニーデジタルのスタジオにお邪魔しています。ゲストは当然この方です。ポリフォニーデジタルの山田和樹です。よろしくお願いします。お願いします。では早速始めます。お願いします。これまずは A ですね、 U18 少年の部のレースの内容になっています。これタイヤ温めるのもやってるんですか？あ、これはですね、実は自動掃除でやってるんですけれども。あ、なるほど、びっくりした、はい、それも必要なのかと思う。 あるんですか？でも実際には必要です。はい、あのちゃんと車をウェービングさせてタイヤに負荷をかけて温めるっていう要素はグランツーリスモに入ってます。うわー感動。これサーキット自体のこのコースなんですけど、はい、実在するコースですか？はい、こちらはですねグランツーリスモのオリジナルコースですね。ディープフォレストレースウェイといいまして、はい、初代のグランツーリスモから、収録されているコースなんですけれども、うんうん、今回グランツーリスモ7では一部リニューアルをして、そのコースレイアウトが少し変わっていて、あのレースでオーバーテイクといった駆け引きが出やすいように改修が行われています。そしてレース中はですね、これ12周という全体の尺が使われるんですけれども、はい、その中で1回タイヤ交換の義務があって、その、2種類のタイヤ、ソフトタイヤとミディアムタイヤという、硬さが違うタイヤなんですけれども、はい、それ両方使うことになっています。必ず、はい、そこも合わせてるんですね。そうです。なのでどちらのタイヤを何周使うか、どこで、まあ、ピットインといわれるタイヤ交換のタイミングをどこで合わせるかっていうのも、選手各人が、戦略を練りながら、うん、レース中の展開も見ながら常にリアルタイムで戦略を練っていくという展開になりますね。わー。そしてこのコースのポイントなんですけど、はい、今走っているところがすごい、アクセル全開の区間が長い直線ですね。バックストレート気持ちよさそう、はいはい、でここで今僕は前の車のスリップストリームという空気抵抗を少なくする技術を使って今ブレーキング勝負を挑んだところですね。ここかなりなヘアピンというか気温としてますもんね、はい、そうですね。基本的にレースの追い抜きが行われるところっていうのは、あの減速の速度差が激しいほど、まあ、オーバーテイクがしやすいということになっていまして、うん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 、このコースで一番最高速が出るのが先ほどのストレートの最後、はい、で一番速度が落ちるのがその先のヘアピンカーブなので、はい、あそこでのブレーキング勝負っていうのがレース中も、駆け引きのポイントになると思います。まあ、僕らも当然あの気をつけてやってるんですけれども、レース中にあの接触とか、はい、ありますよね、はい、相手を押し出したりとか、はい、そういうのはもうあのマナー違反というかもうルールで、はい、あのレース中はあの審査員が実際にその悪意があったかどうかっていうのを判断して、はい、まあ、相手のことを押し出したりとかした場合はペナルティが実際に発行されるようになっていますので、まああのこういうふうにちゃんと相手に敬意を持ってレースをするっていうのが、あのまあ実際のレースでももちろんそうですけれども、このバーチャルの世界で、たとえ車が壊れない世界であってもそういうのを大事にしていますね。そうですよね、何でもありになっちゃいますからね。すごいバチバチバトルしてるじゃないですか。なかなかね抜かさせてくれなかったんですよ、みんなね。やっぱりねこれ模擬レースだからって言うと真剣なんです。さあ3番手のまま、はい、まま最終コーナー今立ち上がってこれもね譲ってくれなかったですね。そうですね、はい、おっと、おいけるか、あちょっと活かしてくれるかなっていう素振りを見せないぐらいで終わりました ね、うん、無事3位という感じでした。続いてはですね、これ一般の部の方のレースなんですけれども、はい、今度は、ね、アメリカに実在するコース、はい、デイトナインターナショナルスピードウェイというコースで、うん、車はグランツーリスモのオリジナルレーシングカーレッドブル X2019 コンペティションという、ワールドシリーズとでも、よくおなじみの、はい、競技用のグランツーリスモ車ですね。少年の部と一緒なのはタイヤがこれも、2種類ですね、タイヤを使うことになってます、はい、もう一つ要素が一般の部では加わって、はい、燃料の消費が激しいですね。なるほど、はい、なので、ピットストップで給油が必要になってきます。わで今だいたいレース半分、もうすぐ行くというところで、僕の車は燃料が、まあ、約半分残っているんですよね。確かに、うんうん、でこれはなんでこういうことが起きているかっていう、まあ、どうやって燃料をセーブするかっていう戦略になってくるんですけれども、はい、僕はこのここまで、レースが始まってからずっと2位を走っていました、うん、で
それは何でかっていうと、前の車を風よけにして自分はエンジンのパワーが最大限に発揮しなくてもストレートスピードを稼げる、うん、つまり燃費を稼げるような走り方ができるっていう条件を好んで、ずっと前の車を置いといて風よけにして今ずっと走ってるっていう状態ですね。なのでこの後ピットインした時に、前の今1位を走っている車との燃料残量がどのぐらい差があるかっていうのが、勝負のポイントになってきます。確かに。おでここでそう燃料残量に注目してほしいんですけれども、はい、僕の方が、46% で今先頭走っている車 41%、 うん、だからここでもし給油同じだけするとしたら2秒間僕の方がリードできるんですよね。わーすごい。で、レース中の、まあ、もちろんピットも大事なんですけれども、コース内でのバトルっていうのが非常に大事になってきます。はい、お今めっちゃいいところありましたね。はい、そうですね、今僕横に並んで前に出ようとしてますけれども、はい、ここがねバックストレート先の試験員ですね、うん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 、ここはまた高速 の、 あのクランクコーナーになっていて、走るラインが1本しかないので、うん、そこでの前に出ることによる優先権をいかに得られるかっていうのが大事になってきますね。ただご覧の通りアクセル全開区間が非常に長いので、スリップストリームも非常によく効きます。なのでこれ抜きつ抜きそうですね、まあ、そうもうずっとなりますよね。入れ替わってくる感じになってくるので、このホームステイ先の1コーナーですね、ここにかけてビッグブレーキングポイントがあるので、はい、ここでいかに前に出るかっていうのがすごい大事になってくるかなと思いますね。うわー早いなー。グランツーリスモ7ですが好評発売中となっています。そして国体にて10月16日に決勝大会が開催されます。ライブ配信でぜひご覧ください。またですね、決勝大会前に行われましたエリア選抜戦のダイジェスト動画公開されておりますので、決勝前にぜひチェックしてより楽しめるように準備を整えておいてくださいね。さらに世界大会グランツーリスモワールドシリーズも開催中となっており、10月後半にはオンラインの大会の配信ですとか、11月には年間チャンピオンが決まりますワールドファイナルも開催と盛りだくさんとなっていますね。はい、ぜひぜひ皆様たくさんチェックしておいてください。それでは最後に視聴者の皆様に向けて山田さん一言お願いします。はい、はい、グランツーリスモ7ではですね、この国体の大会もそうですし、世界大会いろんな大会開いていまして、それぞれの配信ですね、どれも楽しんでいただけると思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。プレイプレイプレイアンケートキャンペーンのお知らせです。アンケートにご回答いただいた方に抽選の上合計100名様にプレイステーションストアチケット1100円分のコードをプレゼントします。さらに答えてくださった方全員にプレイプレイプレイオリジナル壁紙をプレゼント。こちらの期限は10月23日までとなっておりますのでお忘れなく。今回グランツーリスモ7お届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。今後も皆さんが思わずプレイしてみたくなるそんなゲームを紹介していきます。これからも楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。さよなら。え、なんでなんでなんで